柳瀬さん、ご無沙汰してます。これまでのご答弁を聞いていますとね、私の総理秘書官としての常識に反することばかりで、正直驚いてますよ。で、あなた、1年生に入ってこられた時から知ってますけれども、その時には星雲の志を持って役所に入った。総理秘書官、以前にあなたは官僚役人であり、公僕であり、全体の奉仕者なんですからね。国民全体の利益のことを考えてですね、ぜひ答弁をいただきたいというふうに思います。さてですね、あなたは事務秘書官ですから、別の言い方をすれば政策補佐官、総理を政策面でサポートするという役割ですよね。そのいう方がですね、許認可や補助金の対象と将来なるだろう特定の事業者とですね、このタイミングで会うということがいかに異例なことかないことかという、私はそういう常識なんですけれども、その常識を覆してまであなたが会ったということは、やはり総理大臣か、もしくは政務の秘書官、主席秘書官からの指示があったとしか私には考えられないんですけれども、ご答弁をいただきたいと思います。柳瀬参考人。総理からも政務の秘書官からも指示も全くございませんでした。江田君。指示もないのにね、今日びっくりしましたけど、3回お会いになってるんですね。私てっきり4月2日だけと思ったら3回お会いになり、かつですよ、4月2日はあれ1時間半お会いになったんですか。柳瀬参考人。この1時間半かどうかというのは私全く分かりませんけれども、元東大教授の方はとうとうとのお話をされた記憶がありますけど、ちょっと1時間半かどうか私全くちょっと分かりません。江田健二君。あなたは以前総理秘書官は多忙で多くの人に会うんで、いちいちその記憶はしておりませんみたいな言い訳をされてましたけれども、そういう中で3回もしかも1回1時間半も会うというのはね、どうしてそんなサービスをされたんですか、総理秘書官、奥野委員の黒子が。柳瀬参考人。大変多忙であったのは事実でございますけれども、もうできるだけ外の方のお話を伺うということで、アポイントがあれば、基本的にお受けをするということでございます。江田君。それではお聞きしますが、もう新潟市案件は会ってないというご答弁でしたが、それではね、他の案件でこういう特定の事業者や地方自治体の職員に会ったことはあるんですね、いっぱい。柳瀬参考人。その特定の案件でっておっしゃってますけれども、別にこれ特定の案件であったということではなくて、私の理解はこの制度論として獣医学部の新設の会見をするかどうかと、それは総理が今ホームページにも出てございますけれども、前の年の9月の特諮問会議で総理が早急に検討していくというご発言をされている案件でございますので、その関係で関心を持っていたということでございまして、この特定の、したがってどの案件を、どのプロジェクトを採択するかどうかは当然内閣の特区事務局の方で手続きを後日されるんだろうなという理解でございました。江田君。お聞きしたのはこの国家戦略特区のことで他の、事業者と会ったことはないであれば、総理主導の案件はいくつもありますからね、これ以外にも。その案件であなたがそういう現場主義だというのはよく分かりましたよ。現場主義であればね、他の案件でも地方自治体の職員とか事業者と会ったことはあるんですね、当然というお聞きをしているんです。あるかないか答えてください。柳瀬参考人。私単独ということはございませんけれども、当然総理のと申して、大阪に行ったり福岡に行ったり、いろんなところで、具体的な特区の話は伺っておりましたし、その、随行したときにその際総理が出られた後も引き続きちょっとお話を伺ったりしたことはございます。江田君。いや、そういうことはありますよ。総理と同行して総理と共に話を聞くなんてことは。私が言ってるのは総理官邸の密室であなたが主役になって当事者になってこうやってヒアリングした例が他にあるんですかと、家計案件だけでしょと言ってるんです。柳瀬参考人。
この特区の関係で、アポイントの申し上げがあったのは加計でございますので、加計学園の方とお会いしたということでございます。いや、質問は、この戦略特区以外のいろんな案件で、こうした特定の事業者や、地方自治体の職員とお会いになったことがありますかと聞いてるんです。柳瀬参考人。特定の案件でということはございませんけれども、実際の方とお会いしたり、事業民間企業の方とお会いしたりと、それはありがとうございます。委員長、じゃあ具体例を挙げてください。柳瀬君、個別の名前あんまり言うのはどうかと思いますけれども、いろんな東京都の方とか、エネルギーの関係の方とか、メーカーの方とか、それから地方のベンチャーの方とか、いろんな方とのお話を伺っておりました。委員長、じゃあそういう例があるんならちゃんと委員会に提出してください。ええ、この要は家計案件が特別扱いではなかったという疑念が向けられているわけですからね。あなたがそういうふうに抗弁されるんなら、こういうことでこういうことで私は会っておりましたというちゃんと例をですね、予算委員会に提出していただきたいと思います。委員長。柳瀬君。委員会のご判断でございますが、特区の関係でお会いした民間の方は、加計学園だけであるということは先ほどから申し上げているところでございます。江田君。ですね、本当も常識に外れてるというかね、これね、総理秘書官は総理大臣と一心同体ですよ。しかもこの許認可の対象事業者、将来ね、補助金の対象事業者でもある方と、あなたが会うとね、それは総理に類が及ぶんですよ。ね、疑念を招くんですよ。だって、賭けありきだって、今だって疑念を向けられてるわけだから。普通、総理秘書官はそんなことしないんですよ。総理秘書官は。総理秘書官というのは、こういう自治体やその事業者の陳情要望はですね、それぞれ内閣府にも役所にも担当部署があって、そういう方がお会いをして、必要であればあなたにその担当部署から報告がある。あなたが何か必要な情報があれば、あなたは担当部署に指示すれば、今回の場合は藤原次長に指示すれば、そういう話が来るわけです。そういう流れで仕事をするんですよ。ね。それを異例中の異例の面談をしてるっていうところは疑念を向けられてるわけでね。じゃあお聞きしますけど、あなたが総理秘書官としてその民間の外部の方に会う会わないの基準は何ですか。柳瀬参考人。よっぽど反社会的勢力だと、それと別にすれば、できるだけアポイントの申し入れがあればお会いするようにしてございました。いや、それが総理大臣に類が及ぶかもしれないケースもあるんだという、全くそのリスク管理の基本中の基本もわきまえてない総理秘書官だということがよくわかりました。さて、4月2日に1時間半の面談を経た後ですね、これは安倍総理認められたんですが、4月7日にね、加計幸太郎さんってお会いになってるんですよ。ね、夜、桜を見る会で、加計学園の例年のね。で、その話っていうのは秘書官ですから、前日の夕方には、翌日の総理の日程調整を、総理囲んでやりますよね。当然、あなたは知るように知っていたと思うし、総理秘書官に行って持ってるわけですからね。そうしたときにね、普通の秘書官であれば、いや、総理、明日の夜お会いになるようですけども、数日前、私、加計学園の皆さんとお会いして、こんな意見交換したんですよって、ちょっと耳打ちするのは、総理秘書官の職責じゃないんですか。柳瀬参考人。特に総理にお話をしたことはございません。いや、それはね、秘書官というのは、総理がいろいろなとこ行かれたりするときに、立ち往生したり困らない、知らないことがないようにね。だってそうでしょ、加計幸太郎さんにしてはね、加計学園関係者と会っていただいたわけだから、簡単にね、総理、この前は秘書官に会っていただきましてありがとうぐらいのことは言うだろうという予想つきますよね。その時に安倍総理がポカンと、って言わないように、事前に言うっていうのは当たり前の総理秘書官の職責ですよ。それをしなかったんですか、あなた。柳瀬参考人。総理の長年のご友人ということでございましたので、総理が立ち往生するとか、ポカンとすると、それはちょっとなかなか、ありえないことでございますので、あえて、総理にお耳に入れるほどの話とは思いませんでした。全く理解できませんね。それから、あなたはその年の8月4日に移動されてるんですが、4月から8月の間ね、総理秘書官は週何度か総理を買うんで、ランチをしますよね。総理が外出をされないとき、昼なんか会議が入らない限りは、
私の時もそうでしたけど、総理大臣を囲んでランチをするんですよ。その中でいろんな雑件を挙げていくと。それがですね、4月2日から8月4日まで延々と続いているのにね、そのランチとかそういう日々のですね、夕方の日程調整、総理を囲む場でも、あなたは一切この話を雑談でもしなかったんですか、安倍総理に。おかしいじゃないですか。柳瀬参考人。一切お話したことはございません。私に言わせればね、それはあなたが口に絆創膏でもしてない限りね、絶対それは言うんですよ。和気あいあいのね、総理秘書官の仲間内で話すときに、いやこの前加計学園のこの方と会ってこんな話しましたよなんてね、うん、それで6月5日にはワーキンググループになんと加計学園社が関係者が出席してた。まだ今治市の特区の申請をしたばっかりのときに具体的な事業者がワーキンググループに出席してたんですよ。最初議事要旨から削除されたんですよ、認めましたけど後にね。で8月には藤原次長がわざわざ岡山理科大学まで視察に行ってんですよ。ですからこれはあなたが4月2日に会ったことが全部スタート台になって一連の賭けありきの手続きが進んでいったと我々は思ってるんですけども、あなたはその6月5日のワーキンググループ、8月6日だったかな、藤原さんが今治市と岡山理科大学に行ったことはご存知でしたか。柳瀬参考人。ちょっと今のワーキンググループの話と8月6日ですか、藤原次長がいた、それは私存じ上げませんでしたが、私が知っていたのは、その6月の4、5日頃に、今治市さんが国家戦略特区の提案を出すと。こういう話は伺っておりました。4月2日にお会いになって1時間半もあったんです。その後フォローはしてたんでしょ。それからさっきもおっしゃったけど、官邸の出向している人とか担当の地方創生室からはその後の進捗状況については適宜報告は受けておられたんでしょ。それは当然のことながら。柳瀬参考人。4月2日に来られた時に、もし戦略特区制度を活用するんであれば、それは戦略特区事務局に話をしないと物事は動きませんよという話をしたと思いますけれども、もうすでに内閣の戦略特区事務局とは話をしているということでしたので、特に私の方から戦略特区事務局にお話をしたことはございません。それから各所に私の方からその後何か指示をしたり、フォローアップをしたりしているということもございません。で私のが そこの話に絡んで、覚えてますのは、むしろこれこの案件というこの個別プロジェクトについては別に関心の外で、むしろこの女医学部新設という総理が早急に検討するとおっしゃった、それがどうなるかというのが、私の関心事項でございましたけれども、それについては6月の後半に成長戦略の閣議決定をする際に14項目の事項の一つとして検討をの方向性を出すという話を伺ったので、そういう意味でそこでお話を聞いたということでございます。江田君、今のご答弁あったように、総理がそこまで思い入れを持って十字架学部の新設を支持された案件について、あなたはなぜその後の進捗状況を報告をしないんですか。知ったことを。あなたは内閣法20条知ってますか。総理秘書官というのは内閣総理大臣の命を受けて内閣官房その他部局の事務を補助するって書いてあるんですよ。すべて命なんですよ。で、事前に命を受けてなくても事後的にこれだけ総理主導の案件なら、当然聞いた話を報告しなかったらそれは総理秘書官としての職務懈怠じゃないですか。そんなことをするはずがないですよ、あなたみたいな優秀な官僚が。いかがですか。柳瀬参考人。その前の年の26年の9月に特区諮問会議で総理がこの獣医学部の新設の解禁についてを含めて早急に検討していきますとおっしゃったのは、私はまさに政府の中に対する指示だと私は理解をしてございました。その指示のはもうすでにいただいてましたので、その枠の中でいろいろお話を伺って、それが27年の6月の閣議決定になっていったということで、それについて個別の案件がどうだこうだということを総理にご報告する必要はないと考えてございました。総理の指示を受けた話を報告しないなんてことはありえないということですね。で最後に森友問題、谷紗英子さんとあなたは原子力政策課長の時に課が一緒でしたよね。
その谷紗友子さんをめぐってこの森友問題のいろんな疑念が出ているわけです。ファックスを送ったり、あなたは夫人好きの谷紗友子さんからそういう窮地の中から何かあなた報告を受けたり、知ったことはありますか、ありませんか。柳瀬参考人。まず根本的な事実誤認だと思いますけれども、私は現職政策会長に谷さんが言った覚えはありません。多分時期がずれてるんだと思います。で、私は谷さん存じ上げませんでした、全く。で、まあ、秘書官やってた時に、まあ、谷さんが夫人好きに来られたんで、そこで初めて谷さんのことを知りましたし、森友について谷さんから話聞いたことは全くありません。はい、江田君。はい、終わります。